ちょっとあと3分でアイスクリーム屋さんが閉じるからちょっと行こう。ここ来るの2回目やねんけど、まあちょっとあとで説明する。アイス買いに行かなきゃ。まあ、私たちの日頃の行いがいいっていうことは、空いてるっていうことしか考えられないよね。まあ、さっきうんこ踏んだけど、さっきうんこ踏んだよ。あー、しまっちゃってるわ。あと1分あるのに。別に前食べたからそんないらんけど。何をしに来たんかっていうとね、さっき牛さんの格好して動画撮りに来たんだけども、なんで今日ここ2回来たことあるのかっていうとさ、牛の動画撮りに来た時に、まあ同じ動画を撮ったんやけど、ちょっとねこの取っ手の部分がね映っちゃってて、それが気に食わないっていうことで、わざわざ車何時間もかけてもう一回来たんですよ。っていうかあと1分あったのにさ、ひどくない？服部牧場、ここは何県ですか？神奈川県です。神奈川県？そうだよ。ここで運転を振りました。皆様気をつけてください。しかもここ入場無料やからさ、めっちゃいいよな。なんかあっちとかさ、山とかもすごい綺麗でさ、わかる？この音とかこの匂い。 YouTube のみんなに匂い届けれる機能があったらいいんですけども、みんなが代わりに帰ってきます。はぁ、うんち。サムネ、キャー、サムネ、いやー横目で見てる、横目で。うちのこと横目で見てるんでしょ、見てるんでしょ。あとどうせ社会人で見てるの知ってたからね。ほら耳で聞いて、ほらこっち向いて、キャー。電気の電線やこれ。ガチで。嘘だ。だから出えへんねや、こんな薄いのに。なるほどね。え、怖い。じゃあいけるって。じゃあ一回座って。あー、うそ、ピョー。ヘイポニー。おお、立派。足に生姜みたいなのついてるんやけど。あの子足に生姜ついてる。綺麗なポニーだね。草食べてる。うわ、じゃあ紹介するよ。白の馬。うわー、立派。これ蹴られたら一コロやな。うわー、一種妖怪やな。もう恐竜っておったやなって知らしめられる瞬間やな。サイとかさ、馬とか見るとさ、あーって大きすぎるもん。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はーい、というわけでこのままでは牧場に来たものの何もできてないっていうことで、取れ高なさすぎて今からアイスクリーム食べに行きたいと思います。ここで食べられへんかったから、その腹いせに。今日のみっちゃんはアイスクリームを食べるっていうことだったので、昨日さ、全然寝られへんくてさ、お布団に入ったのが1時とかやってんけど、もう朝の5時とか6時ぐらいまで寝られへんくて、しかも怪奇現象起きてさ、うん、もう怖いねん。何が？西とか言うのは分かるねん。湿度の関係なのかなとか自分の中で処理するわけですよ。だって怖いから疑ったら。でもね、言い逃れできないですよ、お化けさんっていう。ワイングラスの音。え、ワイングラスの？カーンって。乾杯しとるやん、乾杯しとって。え、マグカップじゃなくて？マグカップじゃないね。もうあの音、正直もう怖かったから、夜とかにパトラに言うの怖いから、うん、完全にワイングラスがカーンって。乾杯してるんやけどって思ったんや。むっちゃ怖いやん、うん、だってうちワイングラスちゃんと棚の中にしまってて、カーンとかなる状況じゃないんですよ。晩食やってるやん。マジか。まあうち今結構にぎわってて、小バエがいるんですよ結構。でも小バエとかがマグカップにカーンって当たったんかなっていう処理をその時はしました。怖いな。引っ越すか。乾杯はさすがにまずいでしょ。家主置いといてな。混ぜてもらうのも困るけどもでもフォロワーさんの方で見える人がいたとしても、あのひなちゃん肩にへばりついてますとか、あの首根っこ掴まれてますとか、コメントだけはやめてください。怖いんで。牧場でする話じゃないんですけどもね、すいませんね。もう綺麗。パン屋さん、パン屋さん、お家の屋さん行く？アンパン、アンパン、アンパンは欲しいじゃん。揚げパンとアイスクリームコラボレーションさせるみたいな。あ、めっちゃあり。2年連続金賞。
じゃーん、至福の時間、ミルク、ワッフルジョンとオギパンコラボレーションさせたらどうなっちゃうの。アギパン、ジオこのこのピン今いただきます。乾杯乾杯。くそ、うまっ。もううまっ。むちゃくちゃうまい。やばい、これ服部牧場来たら近くにオギノパンあるん でそのオギノパンの前にロースあるんで、これセットでみんな行ってください。これスポット臨定、揚げパンハマりそう。ひにゃが喜んでるんじゃない、脳が喜んでる。これうまない、おいしい。脳さんすごい、うんうん、久しぶりにパンの匂い嗅いだ。うん、うまい。え、さっき甘すぎて甘みを探してた今。10点満点で言ったら揚げパンは、揚げパンは14、これはうーん7、うーん、袋詰めすれたパンではないよねって感じ。ただものではない感はあるけども、でも騙されたっていうことはないね。ほらコンビニのパンみたいに、ほら隙間がない、結構トッポ。前ね、友達のね、友達の夢が来てさ、でひなほんまに霊感あるねんっていう話をしててさ、え、じゃあ今から私何か念じるからそれ当ててって言われて、オッケーって言って、ほんでこうお互いこうやって念じ合って、ひなはこう読み取るからこうやって夢のこと見て、ほんでバーンってミートボールの絵がバーンって浮かんで、え、ミートボールって言ったら、なんでわかったみたいな。やばくない？それ普通に。すごくない？あれやばかったよな。え、証人います？パトラも証人です。今、いたんで、その時。悔しいけど、ほんと。あれはびっくり。これやばいよな、普通に。今やってみる。あ、今やってみよっか。じゃあ、パトラと。ちょっと待って。オッケー、集中する。わかった。茶色のものやろ。マッシュルーム。めっちゃ惜しい。何？ナス。それ果たして惜しいんか。ほら、なんかまあスーパーに売ってるから、ね、はいはいはい、確かに。もう一回やってくれる、ま、ほんまにちゃんと念じて。オッケー、念じるわ。それもう出来上がってる食べ物やな。カレーめっちゃ惜しい。牛。いや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 、え、惜しいって意味わかってる、かけ離れすぎや。いやでもさ、ほら絞る乳とカレーの食べ合わせも最強じゃん。そう、優しすぎてさ、いや信憑性なくなるのよそれシュウマイの外がパンバージョンや。美味しい。いただきます。うん、もっと買ってきたらよかった。ここまで見てくれてるっていうことは相当好きやで、うちのこと。それとも流し見。じゃあみんな今日も最後まで見てくれて、あ、パトラちゃんも一言。あ、ちなみに今回この服部牧場を紹介してくれたのはひなのフォロワーさんで、私に DM くれて、ここおすすめですって、服部牧場だと、ここのおぎのパンのことも書いてくれてて。え、そうなんや。そう、ありがとうございます。もうじゃあみんな今日もいい夜過ごしてね。グッバイシュー、ひなたでした。もー。